こんにちは。そろそろ MP もいい感じなのでグラマスを目指したい今日この頃。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はどのデッキを使えばいいのかわかりません。とりあえず対面で蹂躙されがちなモノバンプを触ってます。まだ参戦しかしてないけど無敗というか、分解ったジガズルジャンという印象しかない。これは候補になり得るパワーだね。でも守護ありきの打点計算が不安でもある。やっぱり使い慣れたロイヤルが一番楽かもしれないし、水銀パワーで詰ませるのも手段の一つ。ラティカでぶっ飛ばしゲーミングしてもいいし、フラグラネクロの連動を高めて勝てるように頑張ってもいい。もう困った時の守護びしょでラダーしてもいいし、インフレに魂落とすのも手段の一つ。なんだかんだ秘術が最速最強かもしれないし、わけわかんないね。何使ってもそれなりに勝てる環境といえば環境だし、さまよえる獣です。とにもかくにも一番対戦しててメンタルに来るのはアルバハシオンで蓋をしてくるネメシス。その辺を土幻化したい。数は減ってきてるからいいんだけどね。そんなこんなでもう終盤戦です。もはやインチキと言わんばかりのこの手札。やはり月下の名前がついているカードはズルしかしないんだ。守護美食来じゃないの？こんなの対応できるデッキってさ。ということでリーサルです。これが毎回できれば MP モルディカイも楽だよね。いやー、悩んじゃうね。ちなみにデッキはこんな感じ。とりあえず必須っぽいカードを適当にぶち込んだ形。なんだかんだ今季使ってなかったし使い納めって感じ。よく見たらレジェンドばかりだね。悪徳とかパラノイアで格安だったものが懐かしいね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。